はい、チャオ亀岡です。今日はですね、皆さんの質問に答える実践塾ですね、えーを、を行いたいなと思っております。まあ、皆さんからね、えー、コメントでいただいた質問っていうタグをつけてもらうとね、えー、検索しやすいので、 えー、投資であったりとか、ビジネスとかね、企業とか、副業とか、お金の稼ぎ方とかね、まあ何でも構わないので、いただいた質問に、まあ毎週1、2回答えていくというコーナーになります。今日はね、夕、え、日、ー、さんですね、こんな質問をいただいたので、早速答えていきたいと思うんですけども、いつも参考にさせていただいていますと。私も日本株ブームが来ると思っていますと。まあ、多分そういった動画を上げたんだと思いますけども、そこで質問ですが、 ブームになるとね、日経平均も上がっていきます。まあそうですね、トレンドが形成されますからね。で、これまでのように安く買って高くなったら売るっていうことを繰り返すと、次にですね、購入時に安く買えないのではっていう、まあ不安になってしまうということだと思います。もっともっと上がるんじゃないかということですね。これおそらく一週間くらい前にもらった、えー、質問なのかもしれないですね。で、えー、中長期売買よりいい安く買えたなら、 まあ中期のね、うん、ところで考えるで安く買えたなら持ち続けるっていう、まあそういった考え方も選択肢もありですかっていう質問でした。で、僕はね、うん、考え方にそれぞれ、まあ皆さんのね、投資手法とか、どのぐらいのスパンで、うん、考えてるか、まあエントリーしたかってことによ,よるのだと思いますけども、今回のようにね、うん、下落をしてしまうと、うん、それまでデジタル上で出ていた利益吹っ飛んじゃいますよね。例えばですよ、うん、 鉄鋼とかでね、えー、割安で買っていた銘柄が、まあ、順調に上がっていくと。で、トレンドなのでね、当然、人気が出れば、他のメディアですよね。カブタンさんとか四季法さん、オンラインさんとかが、鉄鋼だ、鉄鋼だって言い始めますよね。まあ、地銀もそうですけどね。そうすると、今までミミックもしなかった他の投資家が、まあ、稲子って言うんですけど集まってきて、さ、え、ら、ー、に、えー、買うので、えー、上がっていくと。そうなるとって形で、えー、次々ね、えー、いい循環になって、トレンドが形成されて上がっていくんですけども、一旦、 それが逆回転すると、今度は行ってこいってことで、前回の買ったタイミングがたまたま割安だった場合、そこを節目になるわけですから、そこまで下がってきてしまう可能性があります。そうすると、ね、えー、ここで30万円の玉、 たまたま利益が出ていたと。おおーみたいな。やったぜ !30 万だみたいなね。なっていたとしても、まあ、蓋を開けてみるとね、えー、3ヶ月後、ないし6ヶ月後に、再びこれが0円になっている利益ですよ。デジタル上の利益が0円になっていたってことが、まあ、大々としてありますし、おそらく今、夕日さんに、ね、わかんない。どのメーカーを買っていたかわかんないので、一概には言えないですけども、そういった、まあ、あの、浮き目に合っている可能性もありますよね。僕ももう相場歴25年になりますから、まあ、何度もありますよね。ああ、あの時利格をしていたら、とかね。 ああ、今までね、100万円の利益だったのが、20万円になってるみたいな。まあ今回もありますよ、当然。ロングで保有すると決めた銘柄はね、行ってこいになってる、ますからね。ほぼほぼ。そうじゃないセクターもありますけども、100万円だったものが20万円になって、あの時に比較しておけばよかったなっていうのがありますけども、まあこれは、まず初めのそのエントリーした時の中長期で行くのか、まあ短期で行くのか、それか、まあね、スイングで行くのか。 まあそこの、まず選択によって変わってきますよね。ここで決めちまうことが非常に大事ですし、そこでね、まあ、その、なんかね、こう中長期で、とにかく3年5、5年保有してね、うん、前回高値ではなくて、もう10年前の高値に行くまでホールドしすぎるんだと思ってるんだったら、まあ、細かく、うん、後悔しない方がいいですよね。うん、例えば鉄鋼であればね、 今まだ上がってきてますけども、正直、ま、15年サイクルで考えれば、あと4倍ぐらい上がる可能性もありますよ。あくまで可能性の話ですよ。そう考えた場合は、多少押したところで、うん、別に気にしないとなりますし、まあ、そこまで、ま、ね、気にしちゃうんだったら、もう見ないっていう方法がありますよね。だから僕は、証券講座4つぐらいに分けてるわけですよ。で、このうちの2名、2講座ぐらいはもう見ないんですよね。うん。まあ、数ヶ月に1回ぐらい、まあ、たまに、ま、気が向いたら見るとか、いうことぐらいで、基本的には、 完全にに放置すするように決めてます逆に、うん、その前半残りの2銘柄ですよね、うん、前半と言いますかね前衛に近いですかまあフォーメーションで言うとねはまあ結構毎日見るとかって決めてますよねこういう形で自分なりにその、うん、決めるとルール規律を守るように仕組みを作るってことも大事ですよねで結論これに対する答えとしてはもしね、うん、そ,のそういった5年10年かけて、まあ、その10年前の高値を取るっていうつもり じゃないんだったら、例えばやっぱり上がったところはね、うん、半分売るとかしてもいいかなと思います特に今回のような、うん、結構回転が速い中では行ってこいって結構頻繁に起こるんですよね、うん、頻繁に起こるのでこの30万円を取り損ねますよね僕はだからそういった意味では、うん、結構くるくると、うん、高速回転をして利益を積み上げるようなことをこの税の利益を に証券口座ででははややりますねこっちではやらないんですよ、うん、僕の場合は分けてますけども、だからまあ、くるくる回転して、自分の資金の回転量を上げたい、利益を重ねたいんだったら、うん、やっぱりある程度までね、えー、上がったら売るっていうのはいいこと、まあ、利確占領って言いますからね、いいことかもしれないですよね。うん。これでまあ、投資際によって違いますから、うん、まあ、難しい質問に答えてるのかなとは思います。あとは半分売るとかね、よく僕の番組では言いますけど、僕は必ず、 売りは三分割って決めてるんですよ。なので、一、うん、回で、例えばね、売らずに10万円をまずここで三十30万円の利益が出たら、少なくとも15万円を売るとかね、残り15万円は取っとくとかすれば、ゼロではないですよね。だから、まあ、ここまで戻ってきたらまた15万円分買い戻せばいいですし、まあ、利益を取り損ねたってことがないので、ダメージ、心理的なダメージが減ります。 まあ、そういった形でやればいいんじゃないかなとは思ってますね。うん。でも株価の下落っていうのは、慌てふためいて逃げ出した投資家が残した有料のね、うん。割安株を拾う千偶一偶のチャンスなんですよね。ただ、この時に現金を持ってないと、うん。いくら千偶の一偶のね、千偶一偶のチャンスが来たとしても買えないですよね。なので、やっぱり利確っていうのは大事なんですよね。だから、うん、まあ、半分利確をして、少なくとも、うん。 半分元気にしとけば、また戻ってきたところを変えるので、まあ、そういったやり方は悪くはないと思います。うん。あとはね、極論、私たちの脳っていうのは、常に互いに似ている点を探し求めて、同じ行動をしたがるんですよね。これは別に投資に限らないです。ビジネス、例えばね、皆さんね、えー、例えば表参道でパンケーキが流行っているとなると、別に表参道に行ったことがなくてもね、地元のね、えー、熊谷とか千葉とかね、市川とかでもパンケーキを探し求めて、 行きますよねあと、アフタヌー,ーンが流行ってるってなればね、別に銀座で、えー、の、アフタヌー,ーンに行ったことなくても、地元のね、熊本とか、北九州とかで、アフタヌー,ーンのね、お店に行きたがりますよね。同じような形で、僕たちの人間の脳っていうのはね、常に互いに似てる点を探して、同じ行動をしようしようとするんですね。この属性、この特徴というのは、必ず投資で使えるから、必ず覚えてほしいんですよね。これツイートで僕はね、えー、発信したんですけども、つまり、 みんな同じ行動を取ると。上がる上がると思えば、みんな上がると思いますし、このセクターがその時にね、トレードになると思えば、みんなそこに飛びつくので、逆を言えばですよ。うん。そういう時こそ、売り抜けのベストタイミングだったりするんですよね。だから僕は、28,500円とかね、この今のタイミングで言えばですよ。売り時かなと思って、もし覚えてたらここに出しますけどね。えー、そこで利確をした。その時はもう絶好の売り時だったんですけども、一方でメディアとか、うん、市場の、まあ、 世論っていいますかね、うん、皆さんの意見を聞くと、まだまだ上からいやこのままじゃ2万9000だって、結構強気が9割ですよね、その時ね。僕みたいにそのタイミングでね、むしろ引いて売りますよって言ってた少数だったんですよ。だからこそ、うん、うまく売り抜けることができたと。もう一度、ここ大事なんで言いますけども、私たちの脳っていうのはね、これマーケティングでもビジネスでも、トレンドとかね、流行,り流行でも、株式投資でも同じです。常に互いに似てる点を探し求めて、同じ行動をしようとしていると。 この逆をいけること、いくことが何よりも重要なんじゃないかなと思います。まあ今日はね、非常に難しいテーマだったので、いろんな話をしましたけども、あとは夕日さんなりにね、うん、自分なりのアンサー、ベストアンサーを見つけてもらえたらなと思っております。今日は以上になります。高速で。